を激しくぶつけ合うコンタクトスポーツ、ラグビー。全国大会出場へ、聖地花園を目指す勿来工業高校。さあさあさあ、OK、ナイス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 。再びあの場所へ、元日本代表後藤翔太さんをコーチに招き、さまざまな課題に取り組んできました。新チームの始動から7ヶ月、夏休みに行ったのは3泊4日の合宿。着実にレベルを上げている勿来がより成長を加速させる重要な期間です。まず全体としてはもう戦えるかどうかっていうところですね。で、戦うっていうのは鍛えてきた力をどれだけ効率的にその集約してそのパフォーマンスとして発揮させるのか。彼はほぼラグビー高校から始めてるんで、コツっていうか力の入れどころとかね、そういうのがやっぱ分かんないわけですよ。いかに効率的に戦うのかっていうところもちょっとチームとして落とし込みたいな。これまではラグビーの基礎や体作りなど土台となる部分を重点的に鍛えてきました。運命の花園予選まで3ヶ月を切り、勝負に勝つため立派な身をつけるためにより実践的な練習へ。そのバックリフターがこう入ってきたのを、これをクォーターがバーンここで剥がしに行って、そうそう、でこれをグワーってもうこのここら辺まで、一つ一つのプレーの狙いや得点に直結する細かい技術などを徹底的に落とし込みます。そして合宿中は毎日他校との練習試合をセッティング、実戦の中で自分たちの課題を洗い出していきます。勝利という身をつけるために、普段以上に長く濃密にラグビーと向き合うこの合宿でいかに成長できるかが花園出場の鍵を握ります。順目だと思いきや逆サイ狙うってやつを逆手に逆に順目でも、おーいいね、いいね、そうそう、だから例えばもうそれこそ相手がこれで完全ブラインドサイドを固めてんだっていう時に、それで今度はだからそういうのが効いてくるから、うん、今みたいに進むのそんななかったですよ。多分な、僕が何言ってるのかも多分分かんなかった。成長だと思います、本当嬉しいですね。そんな大事な合宿は朝から晩までラグビーずくめ。おっ、絶対爆睡なんだよ、一瞬寝れなんだよ。早朝から学校のグラウンドでパス練習、眠い目をこすりながら基礎の動きを体へ染み込ませます。あ、起きてないっすね、いつもまだ寝てるんで。そして食事は部員のお母さんたちが全面サポート。大きくなる。栄養と愛情たっぷりのご飯で戦う体を構築します。日が暮れてからは体育館での夜練習へ。イメージは、ま、左のラインアウトから同じように行く。そしたらヒロト持ち出すね。あ、で、ヒロトここいるじゃん。プレーゴー。得点、トライを奪うために新たな攻撃パターンを増やし、フォーメーションを綿密に確認。
体と頭をフル回転させ濃い一日を過ごします。力の集約なんだ、この一人一人の持ってる力をどれだけ効率的に相手の、まあ、弱いところに焦点を絞って狙っていくか。でそこがもうバラバラになっちゃうと勝てない。逆に言うとみんなの力が一つにまとまってしっかり束になって何度も何度も攻撃できればもう絶対勝てる。 その集約をしてるんで、しっかりと今日寝る前復習して明日グラウンドで、試合に使えるようにやりましょうね。はい、はい、お疲れ様でした。そう、はい、今こそなこそを一つに。この合宿を終えた時どんなチームに成長しているのか。次回合宿第2弾、何事にも恐れない Not Afraid。